眉山淳吉は日本の古美術賞。東洋美術特に中国の陶磁器を専門とした。昭和期に鑑賞古美術を日本に広めた美術賞。株式会社眉山流仙道社長。美術賞の父、眉山松太郎、母、眉山美代の長男として、富山県寧郡八王町に生まれる。小学校入学前まで両親と共に北京で生活した。北京の住居。 店舗は国際的な美術商社である山中商会北京市社の真向かいに位置していたことから美術品仕入れ取引の盛況を日々目の当たりにし、生涯にわたって山中商会創立者の山中貞次郎を尊崇し、死と仰いだ。6歳で北京から東京へ一家で転居し、父、眉山松太郎が最終的な家業の拠点と定めた京橋の地に、 純吉自身も修正暮らすこととなる。旧制中学、第一東京市立中学校を卒業後、1931年課業の古美術賞眉山流仙道に入店する意思を固める。一つ屋根の下数名の店員と寝職を共にして、父である眉山松太郎を、旦那、母を、おかみさんと呼ぶ修行生活が始まった。北京、上海、関東、 香港などの仕入れに同行し、中国の陶磁器の商売を学ぶ下積み生活は父、松太郎の正居まで続いた。1935年、純吉21歳の時に、父が急逝。それまでは父に同行していた、中国の取引先へ単身向かうと、現地の同業者による歓迎会が催されるほどの艦隊を受け、公平に仕入れの機会が与えられた。北京か良いと言われる、 当時の美術品取引が継続可能となり、眉山純吉は事業継承者の自覚を強くした。志と行動力を受け入れ、一人前として扱い、平等に仕入れをさせてくれた多くの中国の同業者に感銘を受けた。この体験は出身国籍や年齢を含めた立場の違いに、かかわらず商品に向き合うものに対して隔たりなく接する美術賞。 眉山純吉の姿勢の源である。その姿勢は、同業者や得意先、研究者への言動、及び、後年の東京美術クラブ、東京美術賞共同組合での同業者、交換会に参加運営するにあたっての考え方に、至るまで、すべての言動の軸となっていった。この時期には、帝洋白字国家連弁分林花鉢、白正金彩随家門湾、 くれない定金銀細胞炭分鉢等の中国の陶磁器を取り扱った。眉山淳吉の京橋での商売が軌道に乗り東京から北京へ定期的に仕入れに出かけるようになった1940年、北京で出会ったオチトシと東京で結婚二児の父となる。その後1943年4月出生。家族と店を日本に残して、 かつて美術賞として訪れていた中国大陸のその地に戦場として足を踏み入れることとなった。北京同業者歓迎会昭和十0年。眉山淳吉と母美代終戦の翌年九百四十六年一月に復員すると戦火により消失した京橋の自宅店舗を手に入る限りの簡素な建材で再建。復興途中の困難な状況した日本に滞在する。 欧米人との取引により南極をしのいだ。この時期に来店した欧米の収集家、研究者と接点を持ったことは、生涯憧れ目標とした山中商会の美術賞は国際的でなければならないという心情と重なり、眉山淳吉の背中を押した。1950年に初めて米国を訪問し、それ以降も、 在外の日本人や戦後復興期から交流を深めた研究者と収集家を訪ね、継続して欧米各国の美術を視察し、その著書にまとめていった。この時の経験を自らに止めず、広く社会に共有したのは、日本における美術鑑賞の概念を万人に開かれたものにする、ひいては鑑賞美術の水準を引き上げるという使命感があったためである。収集家。 文化人と当時研究者の交流は鑑賞当時の啓発にはなくてはならないものと考え、双方に明るい美術賞の立場から勉強会座談会の開催に協力し、戦後には珍しかった中国当時の展覧会の開催へとつなげる活動を公益財団法人日本当時協会の初代理事の一員として継続して行った。作家、 川端康成氏と信仰を深めたのはこの頃である。戦後、米国における日本美術、絵画、彫刻、陶磁器の流行によって高まった需要に応えて、海外に日本美術を紹介し、結果として自然に日本の古美術の取引量も増加していった。米国での美術祭事や百貨店での売り立てもいった。日本美術の国際的な評価の高まりとともに、 日本人美術賞の日本文化を紹介するという役割を、受け負い美術品を通して、両国の親善に努め、民間文化外交官のような役目を果たした。1960年41歳の時、京橋の店舗自宅を鉄筋コンクリートに改築する。美術品を鑑賞することを第一に考えた、純吉の構想が、建築家、東型建造の設計により建築として具現化された。 店舗と住まいを合わせた建物は、北京時代から純吉が慣れ親しんだ商家のあり方であり、日夜問わず、顧客に対応するために欠かせない要件であった。1980年代まで7人家族と共に常時1名から4名ほどの店員が寝起きする大所帯であった。日本における中国当時に対する監視祈願が養われるにつれ、仕入れた商品を、 自身の愛願対象として秘蔵する業者も少なくなかった中、純吉は商人として伝えることに徹した。このことは私どもは商人という立場を守って収集した品々は全部お客様にご紹介申し上げた。字には良いものは手放したくないという思いに駆られることもあるが、それより良いものを良いお客様にお願いすることの方が商人として正しい道だと思い。 むしろお客様を選んでお願いしてきたという、後年の著書に記され、強い志を伴って行われていた。そのため、扱った美術品が展示され、さらに寄贈されるなど、鑑賞当時期を代表する作品として、国宝、重要文化財の指定を受けることに誇りを感じていた。取り扱い品が収蔵された美術館は、東京国立博物館、大和文化館、 MOA 美術館、大阪市立東洋陶磁美術館、五島美術館などがある。この時期に手掛けた品には、大破天目下門茶碗、白地半梁、文広山路、山菜天下門宝殖瓶、埴輪武装相談志像などに代表される。1976年に、株式会社眉山流仙道の社長職を退くと、自らが指針となり、更新に伝えるための執筆活動や、 講演活動に専念する。それまでの人生や経験をまとめていく作業に多くの時間を割いた。昭和54年には乱受法省に推挙されるなどその業績が評価される。1994年に株式会社眉山流仙道会長職に就任。1999年に自らがそのあり方への志を構想に込めた。 店舗自宅にて静かに池を引き取った。純吉が思いを注いだ店舗自宅の建築は戦後復興の象徴としての評価を受けて2019年に国の登録有形文化財として登録された。ありがとうございます。